ソシエダ久保、移籍金とんでもない金額に一言。現在、ラレアルの絶対的な主力として活躍する久保は、フランスフットボールのインタビューで、サウジアラビアからの超高額オファーを拒否したことを明かした。今回のインタビューによると、具体的なクラブ名は明かされていないが、久保に対して、サウジアラビアから年俸4000万ユーロ、約64億円程度の4年契約という破格のオファーが届いていたという。しかし、久保は、僕にとって子供の頃から最も大切なことは、最高の選手と対戦し、最高の選手と一緒にプレーすることだったと、財政面の魅力よりも、世界最高峰のレベルでプレーするという、スポーツ面の魅力が何よりも重要であると主張。その破格のオファーを拒否したことを明かした。近い将来、あるいはずっと先の将来に、サウジアラビアがスポーツの実力で世界最高のリーグになったら、僕は行くと思います。ただ、現時点では、金銭面でしか魅力的ではないと考えています。自身の成長のために、拒否した久保君を本当に尊敬。お金持ちになることがゴールであれば、そのオファーを承諾していただろう。誰と対戦するかを一番に考えているところが一流選手。サウジアラビアリーグは、税金がかからない。俺だったら、喜んでいくけどな。難しい判断。64億円もらっても、使い切れるかどうか、今後も稼げるだろうし、好きなサッカーを最高レベルでやる方が楽しいかもね。飛びつくのは金が必要な選手だけだ。64億もったいねえなんて、微塵も思ってないと思う。竹久保はまだ伸びしろクソほどあるわ。さすが竹。やっぱ応援しがいがあるわ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、サッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。